皆さんこんにちは、リゾルトの大家です。今日もご覧なさってありがとうございます。さあ、また私のバイクルーティンよりスタートしておりますが、皆さん今日も一緒にこの動画を通じて体を動かしませんか？体を動かすと体も元気になり、心も元気になります。ということで今日もどうぞよろしくお願いします。さあ皆さんですね、運動するとハッピーホルモンが出てきます。運動するとですね、セロトニンっていってすごく体や心を元気にしてくれるホルモンが出てくるんですね。それと運動すると成長ホルモン、若返りのホルモンと言われている成長ホルモンも分泌されてきます。ということで、今日も一緒に動きましょう。で、話は変わるんですけれども、寒いとですね、体が、硬くなりやすいですよね。で、硬くなってくるといろんな痛みとか不調が出やすいんですけれども、もしも腕をこう上に上げる動作がちょっと肩が痛いっていう方がいましたら、今からいろいろと体を動かすんですけれども、この腕を上に上げた時に胸が反ってないとより痛いです。逆に胸が反ると腕が上がってもあまりこの肩のあたりが痛くないんですよね。ということで、じゃあ胸が反るにはどうしたらいいかというと、背骨の動きと肩甲骨とこの骨盤の動きが大事になります。ということで、まずはですね、この立った状態で骨盤がこう今前に倒れてるんですね。で、この時肩甲骨寄せます。で、この逆にします。骨盤と肩甲骨を連動させます。今これ骨盤が前傾していて肩甲骨寄ってます。はい、じゃあこれを1、2、3、4、5、6、7、8、そして肩を1、2、3、4、ポイントはこの骨盤と肩甲骨の連動と背骨の動きです。はい、回します。1、2、3、4って感じなんですけども、この動きも入れていきますが、もうちょっとですね、全身をいろいろ動かしましょう。はい、耳を少し触ってください。ちょっと音楽を大きめにかけます。ダラララタタタラララララララ、はい、足をブルブル、顔の筋肉も動かしていきましょう。はい、タッピング、前から後ろへ、そして横から後ろへ、頭と首の間をタッピング。はい、ここはですね、軽いタッチでお願いします。リンパはあまり強いとリンパ管を潰しちゃうので、軽いタッチ で特にこの鎖骨の上のあたりのところはよりリンパが流れるようにさすりましょう。はい、じゃあ腕をですね、触ります。はい、胸の骨も、そして足を、はい、タタタラララララララ、はい、じゃあ先ほどの肩甲骨と骨盤と背骨の動きをタン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 、これに肩を、この感じに腕を、ちょっとテンポ早いですかね。今度は横です。骨盤の横の動きです。タッタッタンタッタッタン、この辺がくびれてきます。ウエストがくびれてきます。タッタッタンタッタッタンタン、はい、早めます。チャッチャラチャッチャラダ、さあ腕を組み合わせます。さあウエストがくびれていきます。そして背中、肩がすっきりします。これをテンポを早めます。タッ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 、さ、背骨の動き、骨盤の動きが良くなります。ホッ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 、はい、ブル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 、回旋します。1、2、3、4、ブルブルブル、超跳ねます。はい、1、2、
3、4、ぐるぐるぐる。はい、では横の動きをしましょう。そして背中の肩甲骨のところを気持ちよくです。ててててててて、はい、両方肩甲骨を寄せたり開いたりします。はい、ててててててれれててれれ。さあ、胸を押し出す感じで背中と肩を気持ちよくです。はい、交互にてたたん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 、背中と肩を気持ちよく。はい、脇腹を気持ちよく、ほっほっ、はい、交互にします。てんてんてれれ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 。はい、後ろへ、てんてんてれれ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 れ。はい、反対側の脇を気持ちよくです。てんてんてれれれれれ。はい、交互にします。てれてれれれれれ、後ろです。さあ、肩甲骨を寄せたり開いたり、てれれれれれれれ。はい、蹴ります。すねのあたり気持ちよいですね。はい、前です。タタタタラララララ。はい、ツイストをしましょう。ポッポッポッ。もう一度後ろに蹴ります。タタタタララ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 ラ。はい、前です。ポッ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 。はい、そして軽く跳ねます。さあ、では足を少し開くんですが、無理のない幅でお願いします。そしてじわきがここ伸びてますね。うーっとツイストしましょう。脇から背中を気持ちよくです。はい、反対です。気持ちよく内ももも脇も気持ちよくです。さあ、そして足を下ろします。ここが伸びてますね。で、後ろに少し行きます。はい、前側です。上体を起こせたら起こしてください。伸びるんですよ。はい、そしてちょっと背中をぐにゃぐにゃ、足を入れ替えて踏みましょう。この前後の幅なんですけれども、マイペースで、そしてじわ、ここが伸びますね。起こせたら上体を起こしてみましょう。上に天井に引っ張られていくようなイメージです。はい、そして後ろへ、もう一度前側です。もう一回後ろへ、前側、そして一旦よいしょと、お腹をしっかりして少し前側、体をぐーっと上に引き上げます。持ち上げたり下げたりしながら肩回しです。そして背中の気持ちよいペースでぐにゃっとです。さあ、よいしょと、そしてパタ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 。さあ、では手と足の距離をちょっと近づけて、じわ、交互に曲げ伸ばしをしましょう。はい、前に足を、そしてここは気持ちのいい高さに、1、下ろす、2、ください。反対も、さあ、そして前側に足を起こしていきます。回しましょう。ほっ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 。はい、タッピング、またはさする、さする、腕もほっ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 。ということで、皆さん
いかがでしたでしょうか。今日もちょっと、ロングになりました。ショート動画でしたら1分ぐらいですもんね。ですけれども、ちょっと長めになりました。いかがでしたでしょうか。どうかどうか、この寒い、ね、立春になって春なんですけれども、暦上ではですね、まだまだ寒いですよね。どうか、2月はですね、体がすごく変化します。逆に言うと変化していかないといけないんですけれども、それについていけない人は、体のアンバランスや心のアンバランスにつながってきます。そうはさせたくありませんよね。なので、体を動かして、この動画を通じて一緒に動かして、体のが冬モードから春モードにスムーズに移っていくように、頑張りましょう。楽しく頑張りましょう。ということで、今日も皆さん最後までありがとうございました。グッドいいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。